今日はフィレンツェのブランドショッピング通りであるトルナボーニ通りに来ています。私のすぐ後ろにあるこのルネッサンス様式の建物がパラッツォ・アンティノーリ、真ん中にあるのがアンティノーリ家の紋章です。このアンティノーリ家はとても大きなワイナリーを持っている地主でもあり、中ではカンティネッタ・ディ・アンティノーリという美味しいレストランもあります。じゃあ今からトルナボーニ通りを少し散策してみましょう。まずは左側には大きなサンジュセッペ教会が見えてきました。教会から目の前にあるのはもうかの有名なヘルメスだったりします。ヘルメスはフランスのブランドですが、それ以外にもちろんイタリアのブランド品街もいっぱいあるんです。グッチやフェラガモ、エミリオプッチなどなど、皆さんもよくご存知のお店が立ち並んでいます。ここはロックマンという、やはりイタリアの有名な時計のお店です。今ちょっと通りは少し工事中ですけれども、なんと歩行者天国なんです。なのでとっても歩きやすい通りです。去年、一昨年からかな、こういったドゥオモ広場ですとか全て歩行者天国にしたんですよ。なのでお買い物もとても落ち着いてできます。でここにはモッツァレラバールオービーカというのもあります。とっても素敵なモッツァレラのお店なんですよ。そしてここが老舗のプロカッチというトリュフペーストのパニーノを作ったりしてます。1885年からやっているお店なんです。あそこにはグッチの本店が見えてきています。グッチの隣には、左隣にはプラダがあったりします。ここがストロッツィ宮殿で、今でもたくさんの展示会などを行っている建物で、左側見るとちょうど凱旋門のある共和国広場が見えています。それではまた。